積み荷を確認するんだ。核弾頭が。施設内部に潜入した。トラックがたくさん並んでいる。沿岸から運ばれてきた核弾頭の目標ポイントがそこなら、さっきのトラックもそこに止まっているはずだ。スネーク、核弾頭を運び込んだのは、このトラックだ。排気管もまだ暖かい。だが積み荷は運び出された後だ。待ってくれ、話が違う。もういい、変更は決定事項だ。撃たせないための抑止力を作る、そういう約束だったろう。そうだ、その考え方には異論はない。私たちの目標は完全なる抑止力の実現にある。だから僕は開発に協力したんだ。うん、だが完全なる抑止力を誕生させるためには、私たちの力を世界に向けて証明する必要があるのだ。核抑止力を実証するためには、核抑止の三原則が必要だ。まず、核を持っていること。次に、核を自分からは絶対に撃たないこと。そして最も重要なのは、核を撃たれたら絶対に核を撃ち返すことだ。この三つを完全に実行できることを証明しなければ、私たちの新しい抑止力が世界に受け入れられたことにはならない。だからどうしても実際に核を撃てることを見せてやる必要があるのだ。決して核が使われないのが抑止力じゃないのか。そうだ、そのために私たちが人類最後の核を撃つのだ。僕の創造物にそんなことはさせない。創造物そもそもあれはお前のアイデアではない、盗作だろうが。盗作？違う、元はといえば二足歩行のアイデアはあんたが東側から盗んできたんじゃないか。博士、いいか、私の言う通りにおとなしくしてるんだ。盗作の件も黙っていればいいことだ。これが成功すれば、お前はこの学会を大手を振って歩くことができる。科学と安全保障の世界で人類の歴史に名を残すことになる。そんなのはごめんだ。博士、実際に撃てることを証明できなければ、このピースウォーカーは抑止力にはならない。僕を利用したんだな。お互い様だ。私は再び本国での長官の座を、お前は学会を闊歩できる足を手に入れる。許さない。残念だ。では貴様の足はもらっていく。平和は歩いては来ない。お互い歩み寄るしかないのだ。勝利の V サイン。
大丈夫か。やめてくれ。おい、核弾頭はどこにあるんだ。あいつは核を使う、核を撃つ気なんだ。